宮崎敏郎4割4分4人日本7打点 OPS1.389 年度別成績コスパのいいおっさん。ようやりすぎ今三冠王やんて。これかい幕ベンチだったってマジ。タイヤおやぎ1割台やし山田がスタメン外れるのと同じようなもんや。6年契約バカにされるけど単年2億と思えば別に高くもないよな。仮に3年しかフル稼働できなくても実績からしたら十分だし、3年12億って考えたらまって感じやな。まあ功労者年金込みやろしな。消えたセカンドからな。わからんもんな。こんな安定してたのか。イメージより打点低いんやけどこんなもんなんやな。横浜は長らく出塁率高い 1,2 番不在な上に各駅停車のどんそく揃いだからな。佐野の最高で70打点くらいだし打点が稼げない構造になってる。応援歌が小田島の流用なのはあんまり知られてない。野球始めたのが小6卒業前なのもすごい。超えられない壁としてサードを守り続ける。藤川が才能下駄褒めしてたな。12球団全ての選手で一番やや言ってた。こいつの技術だけで打ってる感は異常。技術タイプだから晩年になってからキャリアハイ更新しそうなタイプに見える。さすがにホームランは無理だろうけど OPS がキャリアハイを超える可能性はありそう。